お父さんの仕事はいわゆる胎内川の神様だ。人口を増やせば俺も出世できるんだから。やっぱりお父さんは神様としての自覚がなさすぎる。何も考えずにぶつかってみろってこと。好きな人のためにか。それこそみんなに何て言われるか。でもこのままじゃみんな好きな人と一緒になれないよ。それが時代の流れなんじゃないの。だけどもし運命の恋人同士がお父さんのせいで離れ離れになっちゃったら、それは悲しい話だと思わない？結婚なんて不幸の始まり、悪魔の発明なんだ。俺は人々を結婚から救おうとしたんだ。あの人と結婚してたら全然違う幸せがあったと思うよ。